皆さん、こんにちは。今回なんですけれども、久保建英について少しお話ししたいと思います。というわけでですね、今回は久保建英、またレアルソシエダ、そして現地メディアの評価、こういったものにですね、フォーカスを当てながら話をね、進めさせていただければというふうに思います。早速なんですけれども、先日のリーガエスパニョーラ第21節、こちらでですね、レアルソシエダは、アウェーで、エスパニョールと対戦して勝利を収めております。でですね、この試合、もう皆さんご存知かと思いますが、久保建英、ワンゴールで、大活躍したんですけれども、この試合の現地メディアの評価、見ていきたいと思います。まずこちら、スペイン大手メディア、マルカのものになります。こちらはですね、寸評が、失礼しました、評価点、がですね、載っておりまして、マルカのもので言いますと、評価点はね、最高点が3点といったところになっているんですが、リアルソシエダの選手はですね、スビメンディが3点、そして、久保建英がですね、3点ということで、この2選手がですね、マルカが最高点を与えられていると、そういったところになっております。まあ、ちょっと、寸評とか、記事のところを見てもですね、ロスデイマドル、コマンダードスプロエル、エクスキシト、スビメンディ・コン・クボというところからありますけれども、まあ、イマノル監督のチームは、まあ、素晴らしいスビメンディ、そして違いを作る久保建英、この2人に命じられるように、レアル・マドリードとバルセロナを追走しているチームであるということを、なぜ追走できているのかということを示したと、そういったことがですね、書かれております。続きまして、スペイン、アスの方をですね、チェックしていきたいと思います。こちらはですね、もう、久保、アヒガンタ、アラ・レアルと、そういったタイトルの記事でですね、試合のことが書かれておりまして、久保がアラ・レアルを巨大化させると、より大きな存在にさせているというところで、やはりですね、久保建英が主役級の活躍をしたということがですね、報じられております。寸評を見ていくと、竹久保14番ですね、久保建英3点子ということがね、3点が与えられています。で、こちら、明日もですね、最高点は3点なので、やっぱり久保が3点で最高評価というところになっています。また、明日の寸評を見ていきますと、竹久保、El mejor del partido, con diferencia. Atropiesa por un momento muy dulce de juego. といったところから始まりますけれども、試合のベストプレイヤーだった、違いを作っていた。まあ、プレイ内容において、まあ、素晴らしい、甘美な時期を過ごしているし、プレイにおいて、ラリアルのプレイにおいて、彼の影響力というものは、非常に大きくなっている。ゴールを決め、カブレラのオウンゴールを誘発して、常にエスパニョールの守備陣の脅威になっていた。そして、ラリアルの攻撃においては非常に大きな資産になっていた。この日本人選手のレベルに合わせていけば、ラリアルの攻撃というのは予測不可能なものになっていく。そして、フィジカル的なところで言えば、彼のそれは、驚異的なものだ。ゴール、フィジカル、リーダーシップ。攻撃において、そういったものを発揮して、まさに3つのものを一人で表現した。バケツに非常に大きなものを埋めるような活躍をしたと、そういったことがですね、書かれております。まあ、本当にこう久保に対してはですね、今回、まあ、ゴールもそうでしたけれども、ここでね、あのフィジカルの能力が褒められていますが、まあ、フル出場したというところで、試合が終わるまで走り続けていましたし、チームのためにというところもそうですけれども、非常に守備でも貢献して、プレスバックだったりとか、まあ、サイドに戻っての守備だったりとか、中盤選手と一緒に挟み込んで、相手の選手からボールを刈り取る、そしてそこからスプリントで走っていくとか、そういったことをですね、やっぱり試合を通じて続けていましたんで、ラリアの勝利に大きく貢献したと、そういった評価になっているんじゃないかなと思います。
続いてですね、地元メディア、ローカルメディアのものをですね、見ていきたいと思います。こちらはですね、ノティシアスでキプスコアのものになります。こちらもですね、ラリアの選手たちのですね、評価点、そして、採点、寸評、そういったものがね、載っていますんで、チェックしていきましょう。はい、久保建英、竹久保、9点ですね。まあ、最高評価と、そういうことになっております。数票をチェックしていきたいんですが、オトラエクシビジオンデルハポネス、フィシカメンテエスンプロディヒオ、アパレセポルトドスラドス、アンケエステフガンドデエクストレモと、そういったところから始まるんですけれども、日本の選手が再びエキシビジョンを見せた。フィジカル的なところで言えば、非凡な才能を持っていて、ウィングでのプレーだったが、攻撃の時に全ての局面で顔を出していた。プレッシャーをかけ、体をぶつけ、ボールを奪い、スピードで相手を抜き去り、そして最終的に素晴らしいゴラスを沈めた。また、3点目の場面では、カブレラのオンゴールを誘発するような、そういったキーになるようなプレーを見せたと、そういったですね、ことが書かれております。続きまして、こちら、エル・ディアリオ・バスコのものを見ていきたいと思います。これはまあ寸評とかというよりも一つの記事なんですけれども、竹久保、イグアラス、メホレシフラでゴーレスというようなテンポラだと書いてあるんですが、久保建英がその1シーズンで決めるゴール数でいうとキャリア範囲に並ぶものを、まあ、記録したと、そういったことがですね伝えられております。まあ、エスパニョール戦で、まあ、素晴らしいコントロールからのボレーシュートを沈めた久保建英ですけれども、これで今シーズン4ゴール目ということで、2019年に FC 東京で記録したもの、そして2019-20シーズンにマジョルカで、記録したゴール数に並んだと、そういったことがですね伝えられております。